娘の反抗期がひどいです。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、今日は質問をいただいています。ティカ・コンジラマースさん、現在中二の娘がひどい反抗期です。反抗期の頭の中身はどうなっているんですか？手を焼いています。反抗期がひどいですという話ですけども、中学生あるいは高校生のお子さんお持ちの方であれば反抗期というのを必ず経験すると思います。あるいはよく聞くのが、多分この方もママ友とか他のお子さんの話を聞くかもしれませんけど、うちの子はあんまり反抗期がないんで楽なのみたいな、話もあると思うんですけど、はっきり言って反抗期ないと20歳とか過ぎてから大変なことになります。20歳過ぎてから社会的不適応を起こして反抗期を起こすので、それで会社に行けなくなったりするとか、最近言う新型うつ病とか、そういったものが私は関係してんじゃないかなというふうに思いますけども、反抗期というのは社会に出ていく上で必要不可欠な状態像と言ってもいいですね。なぜ反抗期が起きるのかぜひ知っておいていただきたい。実際反抗期の方も今動画見てるかもしれませんけども、子供から大人になっていく過程で、子供っていうのは家庭の中で保護された状態、特に赤ちゃんあるいは幼稚園の頃はお父さんお母さんの保護の状態になりますね。これが小学生中学生になっていくと、いろんなことを自分でやっていかなきゃいけない状態になっていくし、社会的な責任というのも生まれてきます。つまり家庭から社会に対して旅立っていくという、自分の社会という場が広がっていくんですね。そうなった時に社会というのは自分以外にいろんな人がいるわけですから、そこの中での心理的なぶつかり合いとか葛藤というのが生まれてくる。他の人の人間たちの集合体が社会だから、つまり社会との距離感を測るということが心理的な大人への成長ということになります。ですから誰も分かんないんです。最初は家の中で父さんとお母さんしかいないような状態で育ってるわけですから、それは社会に出ていった時に他の人とどういう人間関係を取ればいいのかっていうことを中学高校頃に学んでいくんですね。その中で反抗期っていうのは、親に対して反抗した時に親はどういう態度を取るんだろうっていうのを子どもは観察してるわけ、あるいは学校の先生に対しても反抗したりすることによって先生はどういう態度を取るんだろうっていうのを実は観察して、そういったものの手応えから実はこれ以上やったらダメなんだなとか、ここまでは許されるんだなみたいなことを無意識にね学習していくのが反抗期なんですね。ですから反抗期のお子さんへの対処法としては、ダメなことはダメ、そうでないことは応援してあげるみたいな形で、サッカーの審判主審副審のイメージを持っていただけるといい。要するにひどい反則の場合はレッドカード、そうでない場合はイエローカードを出しますね。ですから皆さんのお子さんが反抗を起こしても、それはレッドだよ、それはイエローだよ、そこはまあ大丈夫だよっていう部分を明確に示してあげるってことが、実はお子さんが混乱しないでそういう距離感を学んでいくということにつながっていくと思います。結論を言いますとですね、反抗期っていうのは必ず起きるもので、むしろ起きないと後々大人になってから大変なことになりますから、お子さんが反抗してるってことは喜んだ方がいいということがあります。その時により反抗が激しくなってくるのは、さっき言ったようにレッドカードイエローカードを出さないでいるとどんどんエスカレートしてきますね。だから親としては社会的に許されること、あるいは家族の中でのルールで許されること、許されないことっていうのはきちんと明確に決めて、同じ基準で判断を出していかないとおかしなことになってくる。適切なルールに基づいてレッドカードイエローカードをきちんと出し、子どもに対して規範を示すっていうのが親の役割なので、その規範が示されていない状態になると反抗期はエスカレートしていく、あるいは悪く言うと不良になったりですね、どんどんおかしなことになっていくということもあるので、きちんと親としての正しい規範を示し、レッドカードイエローカードを出していくということが、お子さんの反抗期を自然とこう収めていくために必要であるというふうに私は考えます。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。